産園アドバイザーアグリンのアグリンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回はカボチャの収穫後の処理と長期保存方法についてやっていきたいと思います。こちらのカボチャは酒田の種のグリップ地で、重さが約 500g 程度のミニカボチャです。開花後30日から35日で収穫できます。以前はミニカボチャの坊ちゃんを栽培していましたが、最近はこのグリップ地を栽培しています。収穫適期の見極め方については以前動画配信しておりますので、興味のある方はぜひそちらもご覧ください。カボチャは収穫後にやった方がいいこととやってはいけないことがあります。これを間違えると腐りやすくなるのでお気をつけください。こちらには収穫してから1週間以上経つカボチャがありますが、収穫するときはこのようにヘタをギリギリで切らずに2センチ程度残して切るようにしてください。ヘタをギリギリで切るとどうしてもそこから雑菌が入り腐りやすくなります。数センチ残して切るのがポイントです。そして収穫してからカボチャは絶対に洗わないでください。水などで洗うとどうしてもこのヘタの付け根の部分に水分が溜まり腐りやすくなります。その他、収穫の時にできた傷口から雑菌が入り腐りやすくなります。ですので絶対に洗わないでください。泥跳ねなどによって汚れた場合も水で洗わずにタオルや布巾などで拭いてみてください。このような感じで水で洗わずに布巾などで拭きます。そしてかぼちゃもさつまいもと同じように時間が経つと甘みが増すので、収穫後すぐに食べてしまうのはもったいないです。収穫してからしばらく置くことを専門用語でキュアリング処理と言います。キュアリングは本来治療という意味があり、カボチャやサツマイモなどで行われています。ヘタの切り口を乾かすことで雑菌の侵入を防いで、実の腐敗を防ぐことができます。この処理を行うことで貯蔵性が増します。またカボチャは収穫してからも追熟するので、追熟させることで澱粉が糖に変わって甘みが増していきます。農家の場合、キュアリング処理は倉庫などで人工的に25度から30度にし、短期間で終わらせますが、一般の方は品種にもよりますが、日陰の風通しのいい場所で1週間から2週間ほど置いておくだけで大丈夫です。キュアリング処理後は、ヘタの切り口が完全に乾いているか確認してください。このように触ってみて、硬ければ大丈夫です。そしてキュアリング処理後は温度が10度から15度ぐらいのところに保存するのがベストです。夏の間はなかなか難しいかもしれませんが、室内の涼しい場所や室内がダメな場合は軒下など雨が当たらず風通しのいい場所に置いてみてください。ただ屋外で保存する場合、直射日光が長く当たっていると日焼けし腐りやすくなるのでご注意ください。かぼちゃは保存温度が高くなると甘みは増しますが、ホクホク感が減り腐りやすくなります。ですので、ホクホクした食感を楽しみたい方は保存温度が高くなりすぎないように気をつけてください。最近は夏は特に暑いので、
扇風機などを回して温度を下げるのも一つです。ちなみにこちらのような一般的な色のかぼちゃは1、2ヶ月保存可能ですが、白色のかぼちゃになりますと4ヶ月から5ヶ月程度保存することができます。味や食感は一般的な色のかぼちゃの方がおすすめですが、より長く保存したい方は、来年以降、白いかぼちゃを育ててみてください。さらに、冬至の時期にかぼちゃを楽しみたい方は、7月の下旬から8月上旬に種をまく冬至かぼちゃを育ててみてください。冬至かぼちゃは専用の品種もありますが、今まくことで11月の上旬に収穫することができます。興味のある方は今からでもまだ間に合いますので、ぜひ種をまいてみてください。今回はかぼちゃの収穫後の処理と長期保存方法についてやってきました。かぼちゃは収穫後の処理を正しくすることで、甘くて美味しいかぼちゃを長く楽しむことができます。かぼちゃは水で洗うと腐りやすくなるので、収穫後汚れていても洗わず、タオルや布巾などで拭くようにしてください。そして収穫後、キュアリング処理をすることにより、傷口からの雑菌の侵入を防ぎ、さらに追熟し、甘みが増します。キュアリング処理といっても、特別難しいものではありませんので、収穫後すぐに食べずに、日陰の涼しい場所で1週間から2週間ほど置いてみてください。また、家庭菜園などで、たくさん収穫できて保存する場合、何段も重ねて保存する方がいらっしゃいます。多く重ねすぎると腐りやすくなるので、重ねる場合も3段ぐらいまでにしてください。ちょうど今、暑い時期ですが、より長く保存したい方は、15度以下の涼しい場所に保存するようにしてみてください。ぜひチャンネル登録をお願いします。メンバーシップではご質問にも答えしておりますので、メンバー登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。